たけし71歳独立で新居町内か。お笑い界最大の実力者で世界的な映画監督でもあるビートたけし71歳が3月いっぱいで、所属事務所オフィス北野を退社し独立することが13日分かった。もうオフィス北野ってなんか有名な人ってたけしぐらいしかいない、うん、あとはですよね、たけしのたけし軍団の、うん、なんだっけ、ね、そういう人たちですね。女性もいますか？女性もいるんじゃないかな、わかんない。有名じゃない人はいっぱい知ってますけど、なんだろう、マキタスポーツっていうお笑いの人とか、プチカシマとか、うん、まあまあ、あんまり知られてない人ですよ。あれだ、あの、バカよあなたはって知ってます？知らないです。っていうお笑い芸人とかね。まあまあ、それなりの人はいるけど、売れっ子ってあんまりないんですよね。で、弟子たち、たけし軍団で追随するメンバーがおり、つまり、たけしと一緒に独立するっていうね。北のオフィスを辞めると面白いですよね、うん、今後の映画制作への影響も必至、芸能界を揺るがす騒動に発展しそうだ。もうちょっと喋ると今年で設立30年とかを迎えたオフィス北の森社長65歳、あれを上げてもらいます。どこにいるの？外に出してもらいます。今年で設立30年を迎えたオフィス北の、それ外に置いておいていいですよって言ってもらいます。はい、今年設立30年を迎えたオフィス北の森なんちゃら社長65歳はたけしより年下ですね。13日スポニチ本誌の取材にたけしが今月いっぱいに事務所を退社して独立する事実を認めた。独立の理由についてはたけしから軍団を含めこれまで背負ってきたものを一旦下ろしたい、自分の時間を増やしたいという申し出があったことを明かした。はい、どうぞ。どうしました？いやはい、どうなんですか？私も、うん、あの太田プロに行ったことがあって。太田プロね、あの、たけしがもともと所属してた事務所ですね。そう、その時もなんかいないのにたけしがいたみたいなのすごい言うから、何ですか、それを売りとしてる。ああ、たけしがもといた事務所の、ね、そう、あとあの爆笑問題、爆笑問題もやめちゃったんだね。そういう人たちをやっぱずっと言うじゃないですか、はいはい、だからこのオフィス来たのに関しては名前ももう太田プロならまだいっぱいいるけど、名前もたけしさんだし、オフィス来たの、そう、来たのだからね、来たのたけし、そう、だからたけしさんいなくなったら本当に名前意味ないし。確かに、ですよね、うん、だけどだって映画、たけしの映画とか見てると、うん、なんかオフィス来たのって出てくるんですよね、うんうんうん、制作オフィス来たのみたいな。でもなんか高齢で離婚する人じゃないけど、うん、この年になったからこ そうなんか新しいことをしたいとか今までやってきたものをやめたいみたいな心境になることはなんか理解できるなと思います。そうですね、それが言いたい。これも恋愛に寄付すると、はい、まあたけしってもうなんか背負ってるものがでかすぎますよね、うん、たけし軍団の面倒を見たいとか、映画もうたけしのおかげで食べられてる人いっぱいいると思うんですよね、うん、でもうやめないだろうと思ってみんなね、北オフィス来たのですし、名前がね、もうこの家族を守っていくんだみたいなのがあったけど、それって重たいですよね、うん、よく71歳まで我慢したなと思いますよね、うん、まあ、途中まで楽しくやってたんでしょうけど、だからその男性とかでもこう急に例えばこれまで付き合った女性がその人しかいないとか、あるいは何だろうな、まあ、仲良く過ごしてたけどもう一回僕はなんか起業したいとか、あるいはなんか転職して自分を試したいみたいな人がいそうですよね、うん、どうしました？さっきは落とし物拾ったんですよ今あ、ここにね落とし物、はい、何ですか？マフラー。マフラー、あ、はい、誰かのマフラー落ちてたんだずっと前かな私のね、自分の、ああそういうことね、はい、だから何でしょうね、それで恋愛でいきなり別れようってなる人いますもんね、うん、そう、だから実際何かもうまくいってたじゃんと思うんだけど、それがこう手放したくなる理由っていうかね、背負いたくないっていう。わかりますよね、博士わかると思うと思う。なんで？博士なんかそんな感じのところあると思う。ああ、急に辞めてしまうみたいな。急に辞めてしまうは分かんないけど、
なんかいろいろ背負ってて、そうそうパーってやりたいなっていう願望がちょっとありそうな気がする。南の島で、暮らしたいとか書いてますからね、ツイッターじゃなくてLINE の自己紹介とかに、だからね、恋愛でもあるはずです、うまくいってるはずだけど、急に投げ出したくなるというか。ありますよね、うんうん、はい、次行きましょうか、はい、質問コーナー。このコーナーは主に恋愛、結婚で浮かんだ疑問や分からないことを聞いていただき、僕グッと言えば解決するというコーナーです。白爪草さん、白爪草ってどういう草か知ってます？緑の、なんかあれですかね、頭にこう、あれですか、あれなんて言うんでしたっけ、つれづれ草みたいな、違うか、それはなんだろう、吉田健吾かなんか、わ、うん、かりますよ、ちっちゃい時に白い花とかで、そうそうそう、ね、あれですか、あれなんですかね、うん、はい、博士に質問です。ズバリ男受けのする部屋のインテリアが知りたいです。自分ではホテルのインテリアのような落ち着いてかつ非日常的な空間が良いのかなと考えていますが、シンプルでちょっとね、ご意見をお伺いしたいです。その男性の属性にも良かったと存じますが、一般的なボリュームゾーンを対象にお願いします。ぜひご回答をよろしくお願いします。どう思います？男性が喜びそうだ。なんか私が思うにはですけど、よくドラマでこういうなんかホテルっぽいところも落ち着いて、はいはい、それを素敵だなと思う男性も確かにいると思うんですけど、はい、でも多くの人はドラマである、はい、なんかその主人公の女の子の部屋とかがよく、はいはい、お金がすごいあるわけでもなく、はいはいはい、でも、はい、なんていうのかな、こじんまりとした中に、はい、なんていうんですか、片付いて、なんか、あ、女の子の部屋だなっていう感じさせる部屋がある。ぬいぐるみはある？ぬいぐるみないです。ない、ないけど、そういうのあんまりないんですよ。じゃあなんで女の子っぽい？色とかですかね、色とか、薄いピンク、ちょっと、そう、ちょっとピンクのものがあったりで、そう、あんまりそういうところには高価なものがあんまない、すごく高価なものが。ベッドですか？うん、ベッドだったり、ベッドですか？でも、部屋がたくさんあるとかの用事でもなくて、はい、まあそのドラマだからっていうのもありますけど、はい、二間とかだけで、だいたい部屋が二つあったらみんなくさいもんね。うん、そうですね、自分の部屋が、うん、で、なんかだから1個の部屋にベッドと勉強机とかがあるところもあるんですけど、それでもなんかそういう部屋が、ここにはなんかインテリアのような、ホテルのインテリア、インテリアはホテルのインテリアだと結構なんか高価じゃないですか？そうね、シンプルだけど高価かな。なんかあんまりあれだと、なんかそれこそすごい稼いでる方だったらいいけど、男性が、うん、そうじゃないと、もうそれだけでちょっと引いたりするじゃないですか。そんなインテリア置いてないのか。そんなホテルもあれ、どんなホテル泊まってんの？どんなホテルですか？え、普通のなんかすごいチェアみたいな、なんだろう、ソファー、そう、私が想像したのは、そう、なんかヒルトンみたいな、そう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 、そういうホテルなの？ホテル、あれですかね、ビジネスホテルみたいな感じですか？ビジネスホテル、その中間じゃない？ああ、そっか。ああ、なんか海外とか行って普通に泊まる。ああ、うん、すごいカビではないけどっていう感じか。かと思うけど、いや、僕男子校系と共学系で違うと思ってて、うんうん、男子校系の男性は女性女性した部屋を求めてて、でそれこそぬいぐるみとかもですか？ぬいぐるみか。ぬいぐるみってちょっとあれですよね。年齢によるよね。私でもね、あ、でもちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、社長さんでね、はい、社長さんね、はい、その時いくつだ、50手前ぐらいのね、うん、もうすっごいパリッとしたスーツで、うん、もう絶対3年同じものが家にあったらいけないってすごい言ってる人なんですよ。うん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 、ね、もうしょっちゅうどんどん変えてくるんだと。そう、それでなんかちょっとなんか傷とかあるじゃないですか、人のものに、うんうん、なんでそれ買い替えないのとかすごい言う人なんですよ、はいはいはい、なんですけど、その人のなんか趣味がぬいぐるみ集めで、それをした時すごいその差に驚きました。ぬいぐるみだけは、それ聞けばいいじゃん、なんでぬいぐるみ集め、うん、すっごい好きなんだ、その特にクマの、なんで好きなんですか？だからそのちょっと幼稚な性があるんじゃないですか、彼女とかいうのに、うん、じゃな、その彼女に、前の彼女にすごいそれ嫌だって言われた、その前の前の彼女かもしれないけど、捨ててほしいって言われたんだって。テディベアって高いもんね。そう、高いのも安いのも、テディベアのすごい高いのもあるらしいんですけど、発売日とかにも買いに行く、走って、話戻しましょうか。はい、戻しましょう。だから、はい、だからぬいぐるみ
なんだろうな、結局その僕思うのがいつも言ってるのが、例えば愛さんだとすると愛さんのファッションも髪型もあのメイクも家のやつも全部合わせた方がいいんですよね。あ、家もですか。あ、だからそれがブランドだから。あ、まあ外すのもあるけど、まあ合わせる。その時に、なんだろう、例えばその男性がそのなんか女の子女の子したのを好きだとするとワンピースだったりするじゃん、うん、ただそういう部屋です、うん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 、なので、インテリアだけは独立してるわけないんですよ。おしゃべりの仕方も全部が同じというのが、うん、なんていうかな、だからその男性が、そういうワンピースのふわふわした女の子が好きだとしたらそういう部屋が好きなはず、うん、そうなんですか、はい、そう思います。全部一貫性で一貫して男子後継はね、うん、で共学系はそもそもそんなあんまり気にしない。あ、部屋汚れてるとかそんなのは多分白爪草さんは、ここで議論する内容じゃないと思ってるだろうから置いといて、うん、どういうインテリアかは気にしない、うんうん、ああ、いや、むしろ女の女してたらちょっと嫌かも、うんうん、でも そこまで行ってなかったら別に気にしない、うんうん、友達の部屋みたいな。友達の部屋気にします？同性の友達。気にしない。それと同じ。小学校はね。なるほど。でもすごく、うん、女女してたらちょっと思ったりするでしょ。その範囲その範囲。うん、でも男子校系の場合も女の人にすごい期待があるんで、こうあるべきだとか。だから例えばなんだろうな、芸能人ってちょっと有名でみんなが知ってそうな人って誰ですか？女の人で。何歳くらいですか？まあいろんな人聞いてるからね。年齢に関して言うと、あ、そっか、上目ですか。な、そのブランディ、ちょっと言ってみそう。篠原涼子。篠原涼子だとするじゃん、うん、篠原涼子だはこういう部屋にいそうだっていうのなんか分かるじゃん、分かります。篠原涼子と深田恭子だとまた全然違う部屋ですね。で、その篠原涼子の部屋にするべきなんですよ。篠原涼子が好きだって彼は思うんだら、あ、篠原涼子がいそうな部屋にしなさいって僕は言うと。あ、へえ。でもたまにその男性で全くタイプ違う人2人好きとかいう場合もあるじゃないですか。ああ、じゃあどっちでもいいですか。ああ、そうなんだ。なんかあるじゃん、あの、まあ、特に男子校系の男性が多いんだけどこういう髪型やだよとか、なんかこういうファッションはみっともない、なんか、胸元が見えててなんていうか下品とかいう人はどういう芸能人が好きだとかわかるじゃん、うんうんうん、でそうするとその人のいそうな部屋もわかる、それ全部合わせろ。あ、確かに答えになってる、うん、よし。でもこの、あ、はい、そうか、なんか一般的なボリュームゾーンは別にないんですか。一般的なボリュームゾーンの女性ってあるの。なんか私が思うには結構アナウンサーっていう人が多いと思うんですよ。なんか女子アナ、そう、うん、で女子アナ、女子アナにもいろいろいるけど、なんかテレビたくさんの人が好きみたいな。だからあれですよ、あの僕は古いけど、テレビ東京の中大江アナ、知らない、あのなんかサマーズの2人で歩いてる、ああ、その一緒の番組のなんとかサマーズ、あーの初代のアナウンサー、初代、今は、あ、今でもいいかも、ずっと大体天然系でしょ、どうせ天然っぽいですか、わかんない、いやわかんない、最近全然見てないんでだからちょっとあれでしょ、司会者にいじられるタイプの女子アナがボリュームゾーンっぽいよ。あ、カトパンとかあるんですか。カトパンはよく知らないんですよ、名前しか。あ、それいじられる系ですか。あんまりいじられる感じじゃないですか。独立しちゃう人はダメですよ。独立っぽい、あ、独立する前がいいですよね。なんか僕は古いから滝川クリステルとか、うん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 、あれも独立する前だったらよかったけど、独立したらもうどうでもいい。もうなんだろう、あの、何ですか、そのしたことが嫌なんですか。そう、女子アナっての良さって司会者を支えるっていうかね、一歩引いてる感が好感度の一つなんだけど、独立しちゃったらさ、私が一番ですって言っちゃってるじゃん。なのでもその時点で女子アナの良さが消える、一つ消える。なのでやっぱテレビ東京でサマーズにいじられる女子アナこそが一番魅力的だと僕は思っていてでその人の部屋、うん、だからさっき言った安っぽいのいいよね、うん、安っぽいけど頑張ってる、うんうんうん、あ、それボリュームゾーンかな、うんうん、ぬいぐるみとかですか。
ぬいぐるみってマイナスの方が多くないですか？うん、結構ね、うん、なんか1個とかだったらまだいいけど、しかもなんて、ね、並んでたらちょっとこの人は現実に住んでないなっていうね、うん、夢の世界の中にいるんだろうみたいな、ちょっとね、うん、確かに引くポイントになりますよね、ちょっと。そうね、1個だったらいいかな、1個、うん、でしかも、あ、そうですね、あと昔からよくある、昔から大事にしてる、もう30年くらい大事にしてるだけの1個とかどうですか？ボロボロの、いいですか？それなら、それ別に今好きになったとかじゃないじゃないですか、ずっと置いてあると。そう、もうそれで寝てたよっていうような、それベッドのところに置いてあるんだ。そう、どっちでもいいかな。はい、じゃあ次いきますか。はい、はるかさん、10日のオフ会、実はオフ会をやったんですよね、はい、あの3月10日に、10日のオフ会で博士に夫婦改善、夫婦の仲の改善のために努力しているが、相談したんですね、僕にね、はるかさんがね、夫婦仲改善のために努力しているが、主人と揉めたくないがゆえに言いたいことを全て我慢してしまうと相談したところ、博士から言いたいことが10あるとしたら、そのうち1つは思い切って言った方がいいと言ったと。で、全てを我慢すると心が孤独になるという回答をいただきましたが、他の方の相談に対して博士は、男性を物やサービスとして見るべきではない、相手に期待しすぎるから苦しくなるともおっしゃってました。私にとって言いたいことが10あるうちの1つは、主人にもう少し優しい言葉をかけてほしいということなんですが、それは私が主人を物やサービスとして見ているということにもならないのでしょうか？わかります？これ難しい話をしてますね、うん、聞いててわかりました？うん、聞いててわかりました。ちょっと噛み砕いて、ここまでは噛み砕いて説明してもらいます。どこからですか？っていうのもなんか僕思ったのが、うん、こういうのを聞いてる人って多分なんかしながら聞いてるだから入ってこない、入ってこないから物やサービスとして、博士が、うん、はるかさんには10のうち言いたいことがあるとしたら、うん、1つだけは思い切って言いなさいよって言いましたよね、うん、はい、でも他の人が博士に相談したことは、何を相談したか分かんないですけど、うん、博士の回答は、うん、男性を物やサービスとして見ない方がいいって言ったんですよね、うん、それで はるかさんはそこで疑問が生じたんですよね、うん、そのさっき言ってたのは、うん、10のうち1個言うのは優しい言葉をかけてほしいは、物やサービスとして見てることになっちゃうじゃないですか。そうね、うん、これは違うんですよね。ちょっと教えてそれ、うん、違うと思うんですけど、うん、そのこの博士が物やサービスとして見るべきではないって言った時に、どの相談でその答えを出したかにもよるかもしれないんですが、うん、ですが相手に期待しすぎるから苦しくなる。ですが、優しい言葉をかけてほしいということはサービスではないじゃないですか。サービスなのかな。サービスです。あ、そうなの、うん、それがサービスだとしたらそうなのかな。うん、ただ、うん、一個は言っていいよっていうことなんですかね。うん、まず言いたいことが10あるとして、その10個全部我慢するじゃないですか。そうすると自分自身がサービスになっちゃうんですよね。わかりますかね。ホテルマンみたいな、自分が言えないってことは自分がサービスになっちゃう。だからサービスになってるってことは相手とつながってないんですよ。だから旦那さんに言いたいことがいっぱいあるのに我慢しているとしたら、私は旦那さんと孤独になっちゃうっていう理由はつながってない。だからサービスと私がなってしまってるから、私がなってるんです。わかります？はるかさんがサービスになっちゃってるんですよ。でもはるかさんは多分人間としてつながりたいんだと思うんですよ。だから言いたいこと言えって言ってるんですよ、うん、言いたいこと言えって言った瞬間に相手をサービスとして見てるのかって言ったら見てます。だってしてほしいことをしろって言った瞬間サービスになっちゃうんで、うんうん、そのバランスが10対1なんだってことなんですよ。だから一つならいいよってこと。一つは言えと。そうしないとあなたがサービスになってもってことですね。なってもあなたが孤独になってしまうから、うん、でも10のうちさ1つは言っていいんですか？あのね、この10のうちの1つっていうのは僕の中で名言なんですよね。いいんですか？私博士にそんなことやれたことない、いつも言ってる、言い過ぎだからじゃない。そう、言いたいこと、うん、言ってないですよ。溜めてるじゃないですか。溜めてて今ずっと言ってない。言ってない、うん、1個もね。でも1個も言わない方がいいよって博士言いません？
あのね、だからその目的まで知ってたんだよね、うん、例えば何かを手に入れたいって時はサービスで人がいい。ああ、なるほど。なんかあるね、あの、で信頼関係を築けたら次は人と言うとかね、あと本人が壊れそうになっちゃったら言うとかね。うん、だからなんだろう、絶対に、まあ愛さんの場合は違うかもしれないけど、ある女性が絶対に彼を落としたいんだって言ったらもうサービスになれって言いますよ。うん、つまり言いたいことから言うな、誰かを演じれば落ちますよと。うん、一方でその、恋人とずっと付き合ってて、何でしょうね、なんか辛いとか、あれ繋がってる気がしないとかってなったら言えって言いますよね。で、はるかさんとかいろんな人を見ながら、この人全部我慢しすぎちゃう人だとかね、あと自分が我慢しすぎるのも危機なんですよね。10のうちのここの博士は全部聞いたんですか？それ聞いてないですか？どういう不満があると。はるかさんの不満、そう、うんと聞いたけど覚えてないと思う。あ、うん、でもこれが1番目なんですかね。そういうわけでもないのかな。ああ、そう、優しくてほしいが、そう、優しい言葉をかけてほしいが、これ別に言っていいと思うよね。うーん、サービスだとしてもってことですよね。うん、あーとね、でも、ね、あれです、なんだろうな、あ、ただね、そ、難しいな、あ、なんでしょう、これを言われてそうかって思う人もいるけど、逆に絶対言わないって思ってる人は絶対言わないじゃないですか。言ってほしいって分かってて、うん、優しいことをかけるの結構勇気がいるからね。うん、で、なんか言って言われないのもあれですよね。まあ、それを頼んで、確かに、ね、言われないのもまた傷つく。これを書いてある本があって、それがそのよく言っているブレネー・ブラウンっていう人の、うん、本なんですよ。2冊ぐらい出てるね。その人は心理学者で孤独とかについて研究してる人なんですけど、まず、まあ、そういうふうに言うのは結構勇気がいるらしいんですよね、言えない人にとっては。これ多分僕は言うなとか言ってないだけかもしれないけど、はい、で、そういう場合は彼がやりやすいことから言えって書いてありますね。例えば、あ、今日は食器洗ってもらえるかなとか、それも厳しいですかね。てめえ仲良くなろうみたいな、なんか人によりますね。あ、なんかちょっとしたこと、でもそういうのの方が何でもないと思う人はいっぱいいると思う、うん、やることの方が。あ、そうね、言葉かけたり、例えば、ね、スキンシップでも嫌な人は嫌じゃないですか。です、ね、だったらなんか掃除とかね、皿洗いならいいよっていう人もいるかもしれない。そう、ね、だからちょっとずつですね。うん、でも本当に揉めたくないで言いたくない、我慢しちゃうっていうのは分かりますよね。言っちゃうと揉めますもんね、揉める時は。うん、そうね。でもそれで、ね、あ、それでそのなんだろう、これまた僕がよく出す名前なんですけど、ソニア・リボミアスキーっていう人は、うまくいく夫婦とうまくいかない夫婦、あとラブラブな夫婦と冷めてしまう夫婦には違いがあって、うん、その話聞いたことあります。冷めてしまう夫婦は回避目標って言って、問題が起きないようにするんだと。うん、冷めてしまう夫婦は、そう、あ、問題が起きないんですよ。だから、問題が起きるぐらいだったら言わないみたいなね。旦那さんが怒らないように努力するのが問題回避。うん、で、それ冷めてしまう方だっけ。冷めてしまう方、うん、接近目標っていうのがもう一個あって、それうまくいく方に努力するってこと。問題が起こらない方に努力するのがダメなパターンで、うん、うまくいく方に努力するのがいいパターン。だから積極的になんかうまくいかせようとする、でも積極的にうまくいかせようとする、ここから僕の話なんですけど、積極的にうまくいかせようとする人の中に相手を、うん、と問題が起きないようにさせてしまう人がいるんですよね。わかります。例えばなんか男性買ってきたとしたら、いや、それが欲しいんじゃないけど言われたら、男性は文句言われないためには買わない方がいいのかなってなっちゃうよ。じゃあ、そうすると男性自体が問題を回避する方に走ってるじゃん。そうならないようにしなくちゃいけないんですよ。で、その、ソニア・リボミアスキーは、まあ、こういうことをする前に主人にもう少し優しい言葉をかけてほしいとか言う前に、日々これもよく言ってるけど、あったちょっといいことを共有するということによって、なんかこう言いたいことが言えるような仲になっていくっていう、ね、だからまあもう少し優しい言葉、どんな、なんだろう、嫌味とか言うのかな、この旦那さんは分かんないけど、うん、優しい言葉を書いてほしい。優しい言葉ってちょっと抽象的ですよね、うん、でもその後に、はい、書いてありますよ。以前主人と息子と3人でドラマを見てた時に、はい、夫が妻にお前は俺にとって最高の妻だというシーンがあって、はい、こんなこと言われてみたいなってつぶやいた。こういう感じのことなんですかね、優しいは。お前は俺にとって最高の妻だ。いや、すごいハードル高いね。なかなか言わないですよ。
私もこんなこと言われてみたいな、これは違うな、でこれ大変だな、この伝え方はどうですかって言ってますね。あ、こういうね、間接的にってことでしょ。うん、そうね、なんかどうとでも取れるもんな、なんか嫌味にも聞こえるしな、なかなかでも言わなそうですよね。なんか NVC っていうの知ってます？これもよく言ってるけど、うん、ノンバイオレントコミュニケーションっていうのを見てほしい。あの YouTube に動画があって、 NVC スペースコミュニケーションって検索すると、著者、外国人の著者が4つにわたって NVC について話してるんですよ。 NVC っていうのは人のことはすごい暴力的だと。例えばこの、私もこんなこと言われてみたいなっていうのって、彼をまあ言わせるために言ってるわけですよね、うん、でもこれってそんなこと言わないあなたってどうなのっていうふうにも取れるじゃん。取れたとしたらそれは暴力的な言葉になるんですよね。人って暴力的な言葉をよく使うらしいんですよ。なんでこんなこともできないのっていうのは、してほしいと言えばいいのに、なんでこんなことできないのっていうふうに置き換えちゃうんだと。で NVC っていうのを見ると、全然暴力的じゃない言葉で、なんか顔が出してるじゃん。NVC でそう、ノンバイオレント、コミュニケーション、NVC を身につけると、相手の大抵のことは、例えば彼が、連絡をしてくれない、なんてこともできないのかと思っちゃうけど、大抵のことはただしてほしいだけなんですよ。それを上手に伝えると、コミュニケーションがちゃんと取れるよっていうやり方があるんです。結構あの、なんだろう、その NVC っていうのを知ったのは何年か前なんですけど、ある大手出版社のなんかあるじゃん、すごい何でもできちゃう女性みたいなのを勤めてたりするじゃん、そういうところに。その女性が最近私たちの間で流行ってるんですと教えてもらったんですよね。で僕もその動画を見たりとか、まあ、本も読んだりしたんですけど、まあ、これだと思いましたよね。 NVC を学んでちょっとずつ一言一つ伝えた方がいい、そういう NVC の視点に立てばこの伝え方はあまり良くない、暴力的だ、逆に、確かに、はい、あともう一つ、息子が私を笑わせてたくて面白いことを言ってくるという状況は、息子が私の顔色を伺っているということであまり好ましくないのでしょうか。つまり僕がね、何回もあのそのはるかさんのお子さんが小学校5、6年かな、なんかいろいろ笑わせてくれると、まあ天然系みたいな書かれ方してたけど、でも実際には僕がすごく賢くてあえて笑わせてんじゃないかと。なぜかというと、 笑わせないと母に愛されないと思ってるからみたいなことをちょっと言ったんですよ。あのちょっと遊びっぽく、まあちょっとなんか僕の意地悪ですよね。で言ったら、まあはるかさんが、息子が私を笑わせたくて面白いこと言ってくるというのはあまり良くないのでしょうかと。これはどうなんですか。これの、これをこれでしか愛情を感じれないともし思ってたら良くないかもしれないけど、単に本当にお母さんを喜ばせたくて、そういう状況を、人を笑わせたいっていう人がいるって言ってましたよね。いるとか、それが喜ぶのが母だったら、そう自然と何度もするじゃないですか、お母さんが笑ってほしいから、それは別に、そうね、だからそういう気持ちで悪く、その結構多くの教育関係の本で、まあもう当たり前になりつつあるけど、基本的に何をしても母親から愛されてるっていう状況が必要だと。それが彼が、この お子さんが、息子さんがそう信じられてる状況があるならいいですっていうことですね。今の話と同じだと思うんですけど、でも僕は笑わせないと愛されないと思ってるとしたら、ちょっと良くないなって思いますってことですよ、はい、なんか2つ重要なことがあると、そうと思って最近あの何だっけ、これもよく言ってる、その、はい、成功する子失敗する子って本に書かれてあったんですけど、2つ必要なことがあって、1つはそういう愛されてるか、フォームはここです、家はここです、もう1つはどんな退屈なことでも我慢してやり遂げる力、この2つがあると人生は成功するらしいんですよね。こっちはモンテッソーリっぽいですよね。ああ、もうそうそうそう、ね、あのね、藤井六段、藤井六段、ああそれもやってましたね、どうなんでしょうね、あのそのモンテッソーリってね、なんか本当に一つのことをもうずっと永遠とやらせるみたいで、ちっちゃい時にね、例えばモンテッソーリ